市内駿河区にある日本平動物園では可愛い動物たちの赤ちゃん誕生に沸いています。まず6月に生まれた白フクロウの赤ちゃんからご紹介します。白フクロウを担当している藤森です。5月頃から繁殖に取り組んでいた白フクロウですが、6月下旬にヒナが孵化しました。今回繁殖したオスのハリーとメスのアナでは初めての繁殖になります。飼育する上での苦労は繁殖期の変わりようです。オスは繁殖期になるとメスや子を守るために担当者を攻撃してくるようになります。出て行けと言わんばかりに足で攻撃してくるので、掃除や餌を置くときには常に背を向けないよう注意が必要です。白フクロウ舎での作業は毎回気が気ではありません。一方でやりがいは、今回の繁殖のように身の回りのお世話をいろいろ試せることにあります。今回の繁殖では前任者から前回の繁殖期の話を聞き、白フクロウの様子を見ながら必要な環境を整えました。フクロウ科の仲間は犬や猫のように懐くことは少ないですが、飼育員として一歩引いた視点でお世話ができるのが何よりも楽しく、やりがいを感じます。少しずつ大人になっている白フクロウのヒナですが、見た目にも行動にもまだヒナらしさが残っています。好奇心旺盛な一面もあれば、ふと大人のようなキリッとした表情を見せることもあります。いろんな表情を見せる彼らにぜひ会いに来てください。また今年3月に生まれたオニオオハシの子もすくすくと成長しています。オニオオハシの飼育を担当しています土井です。5ヶ月前はオニオオハシの特徴であるくちばしがとても短く、オニオオハシらしさのない姿でしたが、5ヶ月経った今ではくちばしがかなり大きくなりました。体色も親鳥と同じくらい鮮やかになり、最近はパイナップルのヘタに夢中になっており、一日中パイナップルのヘタを裂いて遊んでいます。飼育する上で、一番苦労したことはオニオオハシの子供で言えば、親子の分離を行った後です。野生のオニオオハシは数羽の群れで生活しているので、親子で過ごしている子供が一夜になった時に寂しくなって餌を食べなくなってしまうことや、パニックで怪我をしてしまうのではないかといった心配が多くありました。初めは餌の残しがあったものの、親よりも多く食べるようになったので安心しました。今では好奇心が強いようで、室内すべての植物の葉っぱをつついたりして遊んでいます。前よりも大人のオニオオハシに近づいたヒナですが、まだ少しだけ幼さの残る部分がありますので、ぜひ親子の比較をしに来ていただけたら嬉しいです。今回はオニオオハシとシロフクロウについて紹介しましたが、実は今年の7月にレッサーパンダの赤ちゃんが誕生しました。日本平動物園では2年ぶりとなるレッサーパンダの赤ちゃんの誕生です。日本平動物園では9月16日の国際レッサーパンダデーに合わせて、レッサーパンダの生態や野生での現状についてもっと知ってもらえるように、レッサーパンダフェスティバル2023を開催します。また10月には恒例の秋の動物園祭りを開催します。イベント盛りだくさんなので、ぜひお越しください。雨が多い今の季節、大雨による自然災害に備えて身近な防災について考えておきましょう。静岡市下水道計画課井出です。近年気候変動の影響により、全国各地で局地的な大雨による大規模な浸水被害の回数が増えてきております。静岡市でも令和4年9月の大雨では
洪水・内水氾濫が生じ、市内各地で七夕豪雨に次ぐ規模の床上床下浸水が報告されました。雨が降りますと、宅地に降った雨は雨水ます、道路に降った雨は道路側溝に集まります。道路の下に下水道の環境が入っておりまして、そこを通って放流先の河川に排出されます。大雨が来ますと河川の水位が上がりまして、下水道環境の水が流れにくくなり、溜まっていくような上昇が起きます。そうしますと、家屋の近くの道路側溝などから排水できなくなった水が溢れ出る、これが内水氾濫です。こうしたことから、市民の皆様に内水氾濫の発生しやすい範囲であり、浸水の深さを把握していただき、大雨への備えに活用していただく目的で、浸水避難地図、内水ハザードマップを作成し、ホームページ等で公表しております。ハザードマップの活用方法ですが、まずはご自宅や職場、あとは避難場所などを確認していただき、そこの箇所の浸水原因や深さを確認してください。そして自宅や避難場所に行くまでのルートを確認していく中で、実際に晴れた日に危険な場所を事前に把握しておくことが必要です。そういったことをまとめながら、家族の中で避難場所や避難ルートを共有していくために、こちらを使っていただきたいと思います。静岡市役所危機管理総室の水口です。静岡市洪水ハザードマップは、一定規模以上の河川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合の浸水シミュレーションに基づいた浸水に関する情報を記載しています。河川ごとに、また地域ごとに細かく記載しています。また土砂災害に関する情報も合わせて記載しています。このマップを利用して、日頃から風水害に対する備えをしていただくとともに、災害が発生する可能性が高まった場合にどのような行動を取るべきかについて考えていただいて、大雨の時の安全な避難行動にお役立てください。下水道維持課の宮下です。私からは雨水貯留浸透施設に対する助成制度についてお知らせします。静岡市では住宅地の敷地へ雨水浸透マスや貯留タンクを設置したり、下水道の整備により不要となった浄化槽を雨水貯留浸透施設に転用する場合、その費用の一部を助成する制度があります。この施設により、雨水流出抑制による浸水被害の軽減をはじめ、貯留した雨水を庭木へ散水することで水資源の有効利用などの効果が期待できます。対象区域は下水道全体計画区域です。設置する場合は事前にお問い合わせいただくといいと思います。助成額は設置費用の3分の2に相当する額です。こうした助成制度を利用する場合は、施設の購入の前に市への連絡が必要となります。設置または購入をお伺いの時点で一度ご連絡ください。お問い合わせはご覧のところへお願いいたします。法律の改正により、避難情報が全国一律で変わりました。高齢者や障害のある皆さんは、警戒レベル3、高齢者等避難の時に避難を開始してください。警戒レベル3、高齢者等避難では、高齢者以外の皆さんも必要に応じて避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難をするタイミングとなります。警戒レベル4、避難指示までに全員が避難を始めましょう。これまでの避難勧告は廃止され、警戒レベル4、避難指示が危険な場所から全員が避難をするタイミングとなります。警戒レベル5、緊急安全確保の発表を待ってはいけません。これはすでに安全な避難ができず命が危険な状態であり、全員が避難を始めるのは警戒レベル4、避難指示のタイミングです。日頃から自宅の災害リスクをハザードマップなどで確認し、
普段からどのように行動するのか、ご家族で決めておきましょう。自分の命は自分で守る。災害時の行動を確認してください。静岡市観光親善大使の春風亭翔太です。さあ皆さん、江戸幕府を広いた徳川家康公がですね、大御所政治の拠点にした駿府城、ここにですね、新しいお楽しみスポット葵船ができたんですが、ご存知でしょうか。駿府城公園の中のですね、中堀、これを船に乗ってもう優雅に一周するっていう葵船なんですよ。もうね、船の上から見るね、辰巳櫓ね、から羊猿櫓、そんな角度で人見たことないでしょ。それ見れるんですよ。でね、石垣はね、もう400年前にそのまあ家康公時代に積んだ石垣残ってます。でそういう石垣にはですね、各大名が積んだ刻印のある石垣もあるんですよ。そこにはですね、船頭さんがそこピタッと止めてくれて、これがそうです、教えてくれますから、見逃すことなく見れるということなんですよね。で春先には桜でしょ、秋には紅葉でしょ、もう水面に映る姿がまあ綺麗綺麗。さあ船の上でのですね、30分間の旅、これね、まあ、なんとか静岡の歴史とともにね、もう体いっぱいに浴びてですね、楽しんでいただけるというのが葵船です。ぜひ皆さん乗らないと損ですよ。水出し緑茶の美味しいこの季節、グビッとしず茶、グビグビッとしず茶割キャンペーンを9月30日まで開催します。しず茶とは静岡市内産の茶葉を使って入れたお茶のことです。キャンペーンでは市内飲食店および宿泊施設の対象店舗で市内産茶葉を使用した水出し緑茶、もしくは水出し緑茶割を飲んでアンケートに答えると、抽選で100名の方にフィルターインボトルとお茶1000パック、静岡市のお茶啓発プラカップの3点をセットにしたお茶の町静岡市オリジナルグッズをプレゼントします。キャンペーンの対象店舗など詳しくはお茶の町静岡市の公式ホームページでご確認ください。まるちゃんの静岡音頭コンテスト2023開催。静岡市の PR ソング、まるちゃんの静岡音頭のオンラインコンテストを開催します。振り付けはとても簡単、みんなで踊りを覚えてコンテストに参加しませんか。入賞者には素敵な商品や特典があります。コンテスト対象者はグループまたは個人、応募期間は9月4日月曜から12月25日月曜までです。応募方法は踊っている動画を撮影してコンテスト専用サイトからお申し込みください。お問い合わせは静岡市広報課まで。皆様のご応募を心よりお待ちしております。皆さん、実は電車ってとっても環境にいい乗り物なんですよ。地球温暖化の原因の一つ、二酸化炭素排出量を比べると鉄道は断然少ないんです。同じ区間の移動で見てみましょう。車と電車だとこんなに違うんですね。地球の環境のために、さあ電車に乗ろう。